戦国の闇と言われる乱取り、激しい戦闘を重ねていた合戦が決着し、勝利をつかんだ陣営では賑やかに酒盛りが始まります。そこには誇らしげに首実験に臨む者もいました。しかし勝者に所属はしていても、陰には華やかな席とは無縁の者もいたのです。それが仮想武士や集められた増兵たちです。その仮想武士や増兵たちはなぜ合戦に参加したのでしょうか。多大な褒美は指揮を取ったり活躍を続ける武将に限られています。では仮想武士や増兵たちは何を目的に命を張ったのか。今回はその点を探りながら深掘りを進めていきたいと思います。過酷だった中世、合戦終了後、仮想武士や増兵たちはわずかな報奨金を手にしただけでおとなしく家路に着いたのでしょうか。いえいえ、とんでもありません。むしろこれからが彼らの稼ぎ時になるのです。戦国時代を含む中世では干ばつ、冷夏、長雨が続いていた時期で、農民出身の増兵や日頃農業をして生活の糧を得ていた仮想武士にとっては過酷な時代と言えるでしょう。そんな彼らにとって、ひとたび合戦が起こると一稼ぎできる大チャンスとなったのです。もちろん殺されたり怪我をしたりするリスクはあります。しかしそのリスクの中、貴重な現金を手にできる絶好の機会となります。合戦というものは農作業の合間に儲けが得られる出稼ぎのようなものだったのですね。乱取りとは、戦国時代は歴史を変えたたくさんの英雄が生まれた時代として知られていますよね。その一方、たくさんの悲劇に苛まれた時代でもあるんです。表向きは天下統一を目指して合戦のない世の中を作ろうとしたのでしょうが、内情がこれでは。合戦もひどいけど、その後の乱取りがとても悲惨でした。戦国時代の合戦は農村地帯や城下町で戦闘を繰り広げられることもあり、その時には民間人も巻き込まれてしまいました。基本的に合戦の際には民間人を巻き込んではいけないことになっています。人民に危害を加えないのは当たり前のことなんです。ところが実際の合戦時において、大名は一般兵の略奪行為を黙認していました。これを褒美として許していたようにも思えてきますね。実はこのような行為こそを乱取りとか乱暴取りというのです。そこで行われる略奪行為は金品や食料だけにとどまりません。子供や女性の拉致誘拐が普通にありました。これは犯罪じゃないかと指摘されそうですが、略奪をする足軽の方にも言い分があるのです。領主のためにいやいやでも合戦に出陣させられた足軽たち、この場合食料や装備は自分たちで賄わなければならなかったのです。とはいえ合戦がどのくらい続くのか、期間の予想は難しいもの。持っていく食料の量にも限度があります。そのため足軽たちは食料を現地調達するという理由をつけて略奪行為を行いました。合戦に参加する足軽は貧乏な農民が多かったので、食料も十分に用意することができなかったということですね。また乱取りは足軽たちにとって大いに稼げる場でもあったのです。金品、家財に加え、まさかの人身売買を目的とした拉致誘拐も公然と行われていたといいます。大名たちもこのような乱取りが行われていることを知っていて、罪には問わず黙認してたのです。これはある種の褒美として士気を保つ効果があるのだと思っていたのでしょうか。戦国時代には乱取りと呼ばれて、第二次世界大戦の頃には大虐殺と言われ、このような行為は戦争という悲惨な場にはつきものなのかもしれませんね。足軽たちが抵抗できない庶民の身ぐるみを剥がしている光景は目を覆います。ただの略奪行為。昨日まで戦場だった場所には死亡していたり重傷を負った敵味方の兵士が金目の刀、槍、脇差し、胴丸鎧を抱え込んだままでゴロゴロと転がっています。懐を探ればお金も出てくることでしょう。住人が逃げ出して無人になってしまっている町や村に押し入れば、家財、着物、金目のもの、食い物が奪い放題なんです。そして運が良ければ村で牛や馬が手に入ります。連れて帰れば
畑を耕す強力な助っ人になりますし、待っている家族も喜ぶことでしょう。まさしく、敗者のものは俺のものです。正当な勝者ではなくても問題なし。儲けの匂いを嗅いで近隣の農民まで駆けつけてきます。盗品であろうがなかろうが、品物を買ってくれる商人はきちんと控えていますし、刀、槍、や胴丸鎧などは次の合戦のため自分用として置いておきます。この略奪行為は暗黙の了解で増兵の特権とされていました。大名が配下の兵士に禁ずることはあったそうですが、一般に咎められるものではなかったのだとか。それどころか、戦場で奪った金品は奪った人間のものになると認められていました。実際にはわずかな報酬よりも乱取り目当てで従軍する農民も多かったようで、彼らにとっては乱取りさえできればどちらが勝とうが負けようが関係のないことだったのです。自分が怪我を負わず少しでも多くの略奪品を持ち帰ることが一番大事でした。一方が籠城してその城が落ちたとしても、もう勝敗が決してしまっていても乱取りは続くのです。彼らにとってはむしろこれからが本番なのですね。乱取りに励む者たち、こうなると下級武士や増兵たちは戦いどころではありません。そんな中でも甲斐の武田の軍勢は乱取りが激しいことで有名でした。ある戦において武田軍が信濃の国に攻め入った時のこと。大門峠を越えたところで将兵たちに7日間の休みが与えられました。ところが兵士たちは乱取りが気になってゆっくり休んだりはしません。とてもじっとしていることができずに騒ぎ出す始末。挙句の果てに規制を上げながら周辺にある民家へ押し入り、刈り取ったばかりの作物を奪い取ります。3日間ほどで一帯を荒らし尽くすと、次の日はさらに遠くの村々にまで出かけて、朝から夕方まで一日中荒らし回るだけでなく、女性たちにまで乱暴して回ったのです。こうなるともはや軍の指揮官にも制御をすることはできません。永禄9年1566年にも武田軍の悪行がしっかりと記録されています。武田軍が長野成盛が籠城する箕輪城を落とすと、兵たちの興奮は最高潮に達します。戦に敗れて敵兵がチリチリに逃げてしまった後の城は武田兵の狼藉に蹂躙し尽くされました。しかしそれだけでは満足せず、下層武士や足軽、荷運びの妊婦までが城を拠点にしばらくの間近隣の村々までを荒らし回ったのです。実際こんな輩を合戦に連れて行っても戦力になったのかどうか。集団強盗団を連れて行って野放しにするようなものですよね。乱取り最高の獲物。実は乱取りにおける最高の獲物となっていたのは人間なんです。お金や食物ではない。人間を拉致してどうするのでしょうか。それは自分の家の労働力とするのが一般的ではあるのですが、それ以外には親戚縁者に買い取らせることもありました。早く買い戻さなければそのまま奴隷として他国へ売られてしまうことになりますので、状況を知っている奴隷となった身内の関係者は無理をしてでもお金を工面して買い戻したのです。当時の1貫は約10万円。人間1人が2貫、3貫、5貫、10貫といった安い値段で売られていました。20万円から100万円といったところですね。身分、性別、年齢で値段は変わるのですが、相場は3貫ほどだったとか。労働力、縁者への売り付けのほか、若い女性なら高値で買ってくれる相手がいたのです。そうです、女性の場合は遊女として売り飛ばされるのです。すでに中世の日本では売買春のシステムがあったようで、女や、つまり売春宿が商売として成立していました。京都の当時に伝えられる日本中世の古文書、当時百合文書には、永享9年1437年のこととして、女屋が洛中を徘徊していたので商売をするのを禁じたと記されています。この商売は客引きを示していると思われますが、そんな職種となる役目の者が
すでにあったのですね。大阪夏の陣の状況を書いた大阪夏の陣屏風には、逃げ惑う庶民などを追いかけ回す兵士の姿も書かれています。屏風絵を詳細に見ていくと、特に女性が多く捕まっていますね。女屋へ高値で売り飛ばすか、気に入った際には自分のものにしてしまったのでしょう。戦国のゲルニカ。大阪夏の陣図屏風は、乱取りの様子がわかる最も有名な絵図ですね。戦国のゲルニカとも呼ばれる貴重な屏風画で、逃げ惑う人や連れ去られ暴行を受ける女性の様子が生々しく描かれています。本家本元のゲルニカは、ご存知ピカソが描いた壁画ですよね。都市への無差別攻撃を題材としています。そして日本のゲルニカと評される大阪夏の陣図屏風は、筑前初代藩主の黒田長政が描かせたものです。戦国時代最後の戦いとなる大阪夏の陣、その壮絶さと悲惨さが書き出されています。というのも、大名や武将たちの勇ましい姿を後世に残す絵画となるのが合戦図なのですが、大阪夏の陣図屏風は逃げ惑う庶民の様子まで描かれているのです。大阪城が落城すると、徳川軍の一般兵たちは早速乱取りを始めます。その乱取りの様子の中には、徳川軍が逃げ惑う庶民を追いかけている状況も書かれています。兵士ではない庶民が首を切られ、女性は押し倒されて拉致されてしまいます。混乱に乗じた兵士は庶民らの金品を巻き上げ、従わない者は殺していくのです。大阪方の大名明石照澄に仕えていた宣教師は、敵味方関係なく殺害を繰り返し、出会うすべての人を切り倒していった。手に入るだけの金品を盗み取り、町のあちこちでは火事が発生。城下町は火の海と化したと記録しています。屏風に書かれているスポットの中で、兵士たちが子供を拉致している場面があります。高値で売れる子供は率先して狙われたそうです。大阪夏の陣だけで数千もの子供たちが拉致されてしまったとか。屏風絵において、大阪城の北側を描いたスポットは、天満川を船で渡ろうとする人々が転覆させられている様子です。船に乗っていた庶民の多くは溺死し、橋は焼け落ちています。川を越えて逃げようとしても、川に敷き積もった死体の上を歩いて渡らなければならないほどの悲惨な状況。運よく川を渡っても、岸で待ち構える鉄砲隊に撃ち抜かれたり、盗賊によって身ぐるみを剥がされてしまうのです。この合戦での犠牲者は、なんと10万を超えるとされていて、恐ろしすぎますね。この時点で大阪の町は壊滅的な打撃を受けるのですが、幕府の復興などによって、見事日本一の経済都市へと生まれ変わります。ただでは起き上がらなかった大阪人、なにわ魂ここにありっていうところでしょうか。そして、江戸時代には天下の台所と言われるほどの経済都市へと生まれ変わったのです。上杉謙信まで認めていた乱取り。どの戦国大名の軍勢においても、乱取り人さらいは行われていたようです。偽証として有名な上杉謙信の軍もその例外ではありません。永禄9年1566年2月織田氏春が籠城する時は織田城は、謙信の猛攻撃を受けてついに落城します。そして城下はたちまちのうちに人返し城と化したのです。当時の文献によると、城の開城後に謙信の意向によって人が20銭30銭で売り買いされたと記されています。謙信公認の人身売買だったということですよね。合戦本番となれば、安全を求めて付近の住人も城内に逃げ込んでいます。しかし城が落ちてしまえば、人も物もすべてが敵軍の獲物になってしまうのです。それにしても20銭はあまりに安いと思いませんか。現代の価値に換算すると2500円から3000円ぐらいです。相当数の人数が捕らえられたということで、相場が下がったのでしょうか。このような市場では、直接増票たちが売り買いに参加するのではなく、奴隷商人を介して取引が行われます。そのために、その場の状況によって
値段も上下するのです。大きな合戦になるほど、このような人間を扱う商人や武器・武具専門の商人、さらには兵糧の商人など、さまざまな商売人が帯同してきます。大名が行う乱取り、挙句の果てには領主自らが乱取りを行った例もあります。肥後南部を領国とした相良氏がその例です。天文9年1540年、相良軍が敵兵1000人を撃った際、どこから集めたのか2000人を生け捕りにして国へ連れ帰ったとか。この人数は尋常ではありませんが、なぜそんなに多くの捕虜が必要だったのでしょうか。この当時戦乱が続いて田畑が荒れたり、悪天候で作物が実らなかったりで、年貢が払えない農民が田畑を残して集団で他国へ逃げてしまうことがありました。これを調散というのですが、この調散が相良氏の領内で起きていたようです。農民がいなくなったら作物も取れません。困った相良氏が他国から人間を拉致してきて、自国の田畑を耕作させたのでした。島津も蜂須賀も、有名な大名だった島津も乱取りでは負けてはいません。文禄8年1565年の戦いでは、40人の人間と700もの具足を奪い取っています。そして天正15年1586年の文後大友氏との戦では、国へ帰る島津の軍勢が210人の男や女を引っ立てていったそうです。その時の状況が、人を多く門井候と文献に記されています。門井は門かわすの意味です。乱取りが目的になってしまった出兵といえますね。ある戦において島津の将兵は多くの敵を殺害しましたが、それ以上の兵を生け捕りにしています。そうなると将兵たちは一刻も早く戦利品を国に持ち帰ってお金に変えたいと思い、なんと戦を途中で放り投げて国へ帰ってしまったとのこと。そして最後の大きな合戦となった大阪夏の陣、ここでもあまりにひどい乱取りが横行したのです。大阪城には一般の人々も大勢逃げ込んでいたので、落城後はまさに徳川方の草刈り場でした。名門大名となる阿波の蜂須賀氏でも、勢は170人もの人を捕らえ、その内訳は女68人、子供64人、残りが成人男子となっていました。このように半ぐるみの乱取りでは、人数もきちんと記録されているのです。禁止できなかった大名たち。さすがに大名たちは配下の将兵が行う乱取りは禁じていました。乱取りによって庶民の反発心を煽り、激しく抵抗されては困るということですね。しかし増票などには大名たちも強くは言えない事情があったのです。増票には御恩も奉公も武士道も関係ありません。命がけで戦っても大した報酬もいただけないし、元より忠誠心など全く期待できません。それでも当時の合戦では集団戦がメインとなり、頭数が必要だったのです。増票たちを軍隊につなぎ止めるため、戦いのない日は乱取りを許し、勝ち戦の後には無制限の乱取りを約束せざるを得なかったのです。そうしなければ軍勢の人員は保てなかったのでしょう。増票たちを満足させる報奨金などとても出すことができない財政でもありましたので、このように日本国内で横行した乱取りによって異国へ売られていった人たちもいたのです。欧米で行われていた奴隷制、日本には無縁のように思われていますが、実は日本でも欧米より悲惨な状況が発生していたのです。まさにあってはならなかった戦国時代の闇と言えるでしょうね。いかがでしたか。その後乱取りを軍規で禁止する動きが見られます。人道的な理由はもちろんですが、徹底的に打ち壊した地域を復興することは困難だったし、経済的にも打撃を受けるからです。合戦で勝利し得た土地はそのまま自国の領土になることが多かったので、無用に荒らさないようにという考えの大名が徐々に増えてきたのでしょう。乱取りを最初に禁止したのは鎌倉幕府初代執権となる北条時政です。禁止事項は一般人への危害防止と
木々への放火や伐採でした。また残虐で有名な織田信長も乱取りは禁止しています。大名たちが乱取りを禁止して安全を保障し、代わりに金銭や年貢などで優遇するといったこともあったようです。この動画を楽しんでいただけましたら、グッド評価をいただけると動画作りの励みになります。またよろしければチャンネル登録もしていただけると嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。